でも僕としてはまだ可能性があるんですよね。新しい学部共通の名前はドゥン、チューテレ始まりました。チューテレ、せんちゃんです。その先輩です。その先輩です。先輩です。学部共通の名前が決まったよ。いや漫才じゃないからいいんですよ、そんなのが。決まったんですか、お前が。そう、決まったんですよ、そんなことはいいから。前回の動画で、私たちがそう、公募した学部共通の名前、はい、提出しました。だからあれなんですよ、スケッチブックなんて。そうそうそう、これが前回使ったやつか。そう、学部共通との新しい名前を考えようのコーナーです。イエイ。新しい学部棟の名前を公募してるんですよ、はい、大学が。募集してるんですね。そう、自分たちでこれだっていうのを、いや、センス問われますよ、これは。見た顔が何人かいますねそれで前回の動画の時は、はい、どの名前で応募したかっていうのはお伝えしてないので、なんか言ったらダメみたいな。そうそうそう、言われましたね、はい、私たちが今から出す名前が決まったのがね、はい、あ、まだ僕としてはまだ可能性があるんですよね。通ってるかもしれない、ね、知れない。あ、なるほど。ということで、じゃあ、はい、応募したやつじゃあちょっと出しましょう、はい、せーの、じゃん、シーノレッジ、略してシーノレッジ。ナレッジ、なるほど。ナレッジ、こう、いいじゃないですか。みんなの知恵を吸収しようみたいな。おぉ、僕は、築地グローバルキャンパスです。ここもまさしく築地の名前を冠する素晴らしい建物だったのかなと思います。あなたせんちゃんですよね。いや、僕築地千太郎というフルネームでやらせていただいてます。名字言ったのね、はい、それだったかも、はい、私ちょっともう可能性ありますよね。可能性あるわ、はい、ということで、はい、私手元に新しい名前ありますか。一致しているのか。デル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 、新しい学部共通の名前はじゃん、フォレストゲートウェイ中央です。フォレストゲートウェイ中央、選ばれました。嘘でしょ、絶対これかと思った。いやいや、こんなんもうダメダメダメ全然。何が意地よ。こんな、なんか意味あるんですか、これ。ありますよ、ちゃんとフォレストゲートウェイ中、ホームページにちゃんと出版社さんの考えが載ってるんですよ。あ、はい、じゃあ読んでください。緑あふれる森のキャンパス、フォレストね。フォレスト、新たなアイコンとなる新施設が、あらゆる地が集合発信されるゲートとして、教育研究組織の枠組みを超えたラーニング拠点となり、学生同士が交流するだけでなく地域との交流拠点にもなることから、緑あふれる森のゲートでフォレストゲートウェイというわけなんですね。ガチじゃないですか。結構すごい。そいつガチじゃないですかいや、びっくりした、私も見て。ちょっとなんすかこれ、築地なんたらかんたらって3秒で思いつくこれなんて呼べばいいですか。フォレストゲートウェイ中央に行こうぜって言うんですかね。確かに、ね、おい、今からフォレストゲートウェイ中央行こうぜちょっと長いよね。それこそ私もシーナレとか言ってたけど、はい、中大の建物ってヒルトップとかシースクとか略称がありますよね。私たちで決めちゃう。はい、決めちゃいますか。フォレ中で、じゃあ、おー、いいじゃん、フォレ中フォレ中で行きましょう、うん、あ、明日フォレ中集合、オッケーみたいな、はい、行けたわ。それで行きますか、うん、行こう、フォレ中に行こうということで、はい、今日はフォレストゲートウェイ中央の紹介をしていきました。はい、ガンガン利用していこうと思います、ね、フォレ中に行こう。はい、ということで、この動画が良かったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、この後は、フォレストゲートウェイ中央、略してフォレ中の最新映像を、うちの優秀なスタッフが撮ってくれたそうなので、皆さんご覧ください。どうぞ。この動画がためになったな、良かったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、この動画は終わりです。です。バイバイちょっと分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃった。最後なんて言うんだっけ。画面、動画が終わりです。この
この動画は終わり。この動画音声ガイダンスみたいな。地球テレ